ウォーホークは、プレイステーションストアで配信されているプレイステーション3専用の対戦アクションゲーム。2019年1月31日をもってサービスが終了した。2012年5月に発売されたスターホークは、同じゲームクリエイターが手掛けたものである。1995年に、プレイステーションで発売された、同名の 3D フライトシューティングゲーム。 ウォーホークのリメイクとしてインコグニート社によって開発された。戦場を題材にした三人称視点の対戦アクションゲーム。オンラインまたはオフラインでプレイすることができる。プレイヤーはポリゴンで描かれたマップ内を兵士として移動し敵の攻撃や拠点の制圧等を競う。ゲーム開始時は全員が最低限の装備しか持たない不評としてスタートする。マップ内には 戦車や戦闘機等の乗り物が設置されており、移動や攻撃手段として利用できる。不評と戦闘機はマップ内に散らばる武器を集めることで武装強化できる。トロフィーシステム対応。ボイスチャットシステムに対応しており、ヘッドセットを PS3 に接続することで、より戦略的な対戦を楽しむことができる。最大32にオンライン同時対戦が可能。 オフライン対戦では画面分割により1台の PS3 で2から4人の対戦ができ、ラン接続対戦で複数の PS3 を接続することでも最大32人の対戦ができる。またトレーニングモードという形で1人でプレイすることも可能である。なお、このゲームをプレイするには1人でプレイする場合であっても PlayStation ネットワークへのログインが必須である。完全。 オフライン環境下ではゲームを起動することができない。登録アカウント数は2008年3月に50万アカウントに到達。2009年10月には100万アカウントを突破した。2015年1月現在もオンラインサービス提供中である。ウォーホークには他の PS3 ソフトにない特徴として、 デディケーテッドサーバー機能が当初より搭載されており、ユーザーの PS3 そのものを専用ゲームサーバーとして稼働させることができるため、PSN に大きく依存しない、プレイ環境が構築できるようになっている。世界各地域のユーザーが自発的にゲームサーバーを立てて遊んでいるため混雑は発生しにくくなっており、ラグも最小に抑え込んでいる。日本では、 ダウンロード専用販売のため、マニュアルも公式サイトからダウンロードできる。当初は一人プレイを含むフライトアクションゲームとして開発されてきたが、2007年6月に他人数対戦専用に仕様変更されたことが発表された。2018年9月20日、日本時間2018年10月25日午後12時をもってオンラインサービス終了と発表されたが、 その後日本時間2019年1月31日午後5時まで延期された。ユーカディアとチェルのバンの11年に及ぶ長き戦いは幕を閉じることとなる。2010年現在以下のゲームモードでゲームが行われる。プレイヤーは好みのルールのサーバーに任意で参加する。基本的にどちらかのチームがノルマを達成するかタイムアップ時点で優勢だった方が勝利となる。 デスマッチを除き2チームによるチーム戦。各サーバーには上記のルールが設定されているが、必ずそれを行わなければならないというわけではなく、何もせず、辺りを散策したり、意味もなく、ジープで失踪したりと、楽しみ方は自由である。また、ローカルルールという形で、独自のルールでゲームをプレイする楽しみ方もある。プレイヤーは先行を上げた場合、プレイヤーポイントが獲得できる。 ポイントは以下の通り、階級の昇進にこれらのポイントと所定のバッチメダル、希少を獲得する必要がある。飛び級はできない。ランクアップすると今まで参加できなかったサーバーに参加できたり、キャラクターや戦闘機のカスタマイズが可能になる。また戦績によってバッチメダル、希少が獲得できる。バッチメダルは基本的に累計戦績を満たした上で、 一ゲームでの戦績が基準以上になることが条件となっている。一般的オンライン FPS、TPS 同様クランを設立することもできる。加入するにはたクランからの招待、または自らクランを設立しなければならない。クランに加入し、チームを作ることで、アルファベット3文字で構成される、クランタグの作成や、クラン専用部屋を作り、クランメンバーのみで戦うこともできる。 基本的に大元となるエリアのうち、人数や種目に応じてその範囲が狭められる。そのためマップによって立ち入り禁止区域も変更される。また、マップは天体シとなるよう作られている。ここでは大エリアのみ紹介する。北西から南東にやや伸びたエリア。それぞれの拠点と各3つの市街地がある陣地を5つの橋で繋がれている。 それぞれの基地と高台に設置された拠点二つ、定地に作られた野営が二本の橋で繋がれたステージ。攻められやすく、守りにくいため公守両方の技術を要する、渓谷に作られたステージ。南北に伸びており、各基地の道中に二つの拠点、中央には巨大な要塞が待ち構えている。いかに中央拠点を抑えられるかが勝負の鍵となる。 天空にそびえ立つ塔と付近にある小塔で構成されたステージ。中央のタワーンの周りには6つの小塔が用意されている。必然的に空中戦になるため確かな戦闘機、操縦技術を要する。複数の島で構成されたステージ。拠点がある6つの島と南北に伸びた島がある。バットランド同様飛行しなければ、島の間を行き来できない。飛行技術も重要ながら、 陸上援護も充実しているため戦闘機も油断できないステージとなっている。PSN による DLC として、現在3つのブースターパックが販売され、価格はそれぞれ800円となっている。ウォーホークヒッツ・ザ・ワン・ミリオン・マイルストーン英語、ウォーホークマニュアル PDF 用、PDF ファイル閲覧ソフト例として、A の昇進条件を満たさずに、一つ上の階級である B の昇進条件を、 クリアしても昇進はできない。A の条件をクリアした場合は一気に B まで昇進する。ウォーホークプロモーションムービー HD 用、WMV プレイヤーアメリカザリガニの機械の、カラダ PSN 出張版パート1用、WMV プレイヤーアメリカザリガニの機械の、カラダ PSN 出張版パート2用、WMV プレイヤーハットウォーホークスラスト250万、プレイヤーランドマーク英語。 ありがとうございます。